ということで、本日使う食材をご紹介したいと思います。こちらです。じゃん。カモナス、普通のナス、マコモダケ、ブロッコリーです。こちらのカモナス、皆さんおそらくご存知なんではないでしょうか。京野菜の代表格とも呼ばれている大型の丸ナスです。ブランド京野菜にも指定されておりまして、有名な九条ネギとかブランド京野菜の一つですね。でおよそ100年ほど前から栽培が始まりまして、成長するとこれが1キロほどになるみたいです。 JA の京都のホームページ見たら、風で葉っぱがこのナスに触れただけでこう痛みの元になってしまう、とても繊細で、まあ、栽培が非常に難しいと書いておりました。現在生産は28箇所でしか行っておりません。で回るのはだいたい6月中旬から10月の中旬までとなっております。煮炊きしても形が崩れにくくて、味噌田楽にしていただくのが一番人気です。今日は天ぷらにしちゃおうと思います。それではこちら作っていきます。すごい綺麗だね。美味しそうです。癖が強いので必ず水にさらしてアクを抜いてあげてください。他の食材も切っていきます。次にこちらのナスです。さっきと比べると全然違う。これがカモナス。ちょっと重さ測ってみましょうか。試しに 118g ですね。あ、409g ありましたすごいな。見た目より結構ずっしり感がある。リンゴ348、 100g、 あ、ぴったりでは切っていきます。扇状に切っていきます。こういう感じですね。よく見る天ぷらの形。では次の食材です。次はこちら、マコモダケ。これ本当はもう時期が過ぎてるのでもう手に入らないと思ったんですけれど、奇跡的にうちに届いて、なので今日せっかくなので油との相性がいいので天ぷらにしちゃいます。こちら前も動画に取り上げたので気になる方はぜひ見てみてください。皮取ってきました。このさらに下の薄皮をピーラーで剥いていきます。お、綺麗だね。結構白いね。はい、切り終わりました。では次の食材、次はブロッコリー。ブロッコリーを天ぷらにするとすごい美味しいって聞いて、じゃあやってみようということで初挑戦です。では次、衣を作っていきます。マヨネーズで有名なキューピーっていうところが、卵を使わずにマヨネーズを代用して、でサクサクと簡単に揚げられるっていうレシピを出しておりまして、そちらに習って作りたいと思います。と言いつつこれキューピーのマヨネーズじゃないんだけどこちらラディッシュ坊やさんのマヨネーズですね。すっごい美味しいんですよ。すごい濃厚で、逆にこれうまく使わないと甘くなっちゃってバランスがおかしくなっちゃうこともあるので注意は必要なんですけれど、本当に美味しいマヨネーズです。でこのマヨネーズが入った状態で水少しずつ加えます。サラサラになりました。小麦粉を入れていきます。でこちらの小麦粉を混ぜていくんですけれど、この時に必ずダマになるように混ぜてください。こんなものかな。結構残ってますね。はい、全ての食材が揃いました。こちら衣に絡めて揚げていくんですけれど、その前にまずこのナス、水気をしっかり取ってあげてください。油が跳ねちゃうので、こちらのブロッコリーは塩コショウをしてあげてください。でその後この全ての食材に小麦粉を軽く振りかけてあげて、でその後衣をつけて揚げるっていう手順になります。では揚げていきます。
揚げ終わったので盛り付けていきます。ではいただきます。美味しそう。いただきます。ナス食べ比べてみると全然味が違いますね。どっちも両方とも好きなんですけど、こちらのナスは割とさらっとシンプルに食べれるような感じで、こっちの鴨ナスは身がすごい詰まってるので、一つ一つがしっかりしているというか、天丼とかにするならシンプルな味のナスの方が美味しいかなと思います。一品料理としてしっかり食べようと思ったら、こっちの鴨ナスの方が向いてると思います。うまっ。肉巻きにした時より、トウモロコシと似た風味とか甘みが本当に際立って出てきてますね。めちゃくちゃ美味しい。なんか塩茹でより好きそう。すごい美味しい。天ぷらにしてよかった。普段ね、天ぷらめんどくさいじゃないですか。ほぼ作んないんですよ。ごちそうさまでした。お腹めっちゃ膨れてる。腹筋ないから食べれば食べるほどお腹が出ちゃう。あの筋トレマニアのバイオリン君を見習わないといけないですね。来週なんですけれど、大型三頭菜って呼ばれてる中国のお野菜を使ってお料理します。ぜひまた見てください。北田夏子でした。